なたがセニカ様なのですね。何？何したの？時は来たれり。はっ。何ですか？ん？今は力をつけるとしよう。行こうぜ。ローシュ。ピンクの人。最近城の中に奇妙な黒い影がさまよっている。うん、城の中庭に現れたよ。城の中庭こちらね。あ、なんだこの黒い影。大事の根に手をかざします。なんか教えてくれるのかな。なぜお前は私の前を歩こうとする。なぜお前ばかりが力を得る。もしかしてフォメロスの怨念とか。なぜだグレイグ。私はもうお前の後ろは歩かない。グレイグ、私はお前の先を歩く。倒したのに。今のは一体何だってんだ。うん、デルカダール城の玉座のように見えたけれど、随分と荒れ果てていたわね。それに戦っていたのはグレイグとホメロスなのかしら。あ、未来の記憶か。本当の未来。わからない。だがなぜだろうか。俺はこの光景を見たことがある気がする。何？先ほどの光景と黒い影、何か関係があるのかもしれない。あの黒い影を追ってみよう。おう。どこ連れて行くの？こっち牢屋じゃなかったっけ。あ、この先やろう。こっちか。わかりやすいね。何？どうしたんですか？黒い影、厨房に入ってた。あ、厨房のあの裏のあれか。厨房ってこっちだっけ。あの裏の扉か。鍵来たな。食料庫に入っていった。こうか。いた。なんでお前、ホメロスじゃないのか。ホメロスやろ。あ、食器棚動かせば階段があるよ。
あは、一階の西にあるホメガス。あ、来た。おい。なんか伝えたかったのか。あ、骨に背が伸びた。グレグに勝てなかったんですね。大広間。そう、振り回しやがって。いた。今にして思えば16年前、勇者の故郷であるイグノアの悲劇から全ては始まっていたのだろう、うん、俺はあの日ホメロスと共に隊を率いて魔物の吸収を受け陥落したイグノア城からデルカダール王を助け出した、うん、我が王が魔王ウルノーガに成り代わられているとも知らずに。そして俺はその働きを認められ、この場所でデルカダール王より将軍の任を賜ったのだ。だがデルカダール王の救出は一人では決して成し得なかったこと、俺はあの戦いでの手柄はホメロスにもあると王に進言したが、全く聞く耳を持たれず、王は不自然なほどにホメロスに冷たかった。王がホメロスを遠ざけたのは、あいつの心の闇を利用し手足として使うためのウルノーガの策だったのかもしれない。俺がもっと早く王の異変に気づいていれば、そしてもっと早くホメロスの心の闇に気がついていたら。そうか、お前はこの物語は何だ。ストーリーはもしかして追加ストーリーなのか。これがグレイグの追加ストーリーなのか。グレイグとホムロスの追加ストーリー。黒い影を追ってみよう。あと少しで大切なことがわかる。そんな気がするんだ。違うのかな。いた。王座の馬じゃなくて上に上がるんですか。そうだ、横行きだ。バルコニー。懐かしいな。ここは幼い頃ホメロスと手合わせをしていた場所だ。うん、ホメロスなのか。姿を現すのか。戦うのか。やべえ、止まってるぞ。ちょっと
魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うと言われておる。やはりこの黒い影はホメロスの。あの大きいやつか。なぜだ。俺はただなぜだ。まがまがしい怨念に満ちています。このままでは危険ですわ。ち、気は乗らねえか。やるしかねえ。行くぞ。え、これは強いのか。すまない、この戦いは俺に任せてくれないか。ずいぶんマジックポイントが少ないよ。グレイグよ、分かっておるじゃろうが、あの闇はもはやホメロスではない。膨れ上がった奴の心の闇そのものじゃ。だからこそ俺がやらねばならぬのです。ほう、勇者よ、頼む。もうここで終わりにしよう。行くぞホメロス。負けるよ。あ、戻ってるホメロス。1対1で？お前の苦しみは俺がここで終わらせる。終わらせろ。共に受けろ。一刀両断。その身に打つ。これほどまでに。一対一でいけるかな。笑ってるし。スカラ。これが闇の力か。このですよ。なぜ、なぜだ。諦めろ。呼びに受けよ。ホメロス、聞こえているか。俺たちはどこで道を違えた。共に戦った日々さえ幻なのか。一刀両断。ああ悲しい。言葉は届かぬか。お前の苦しみの原因が俺に合うならば、それを終わらせるのも俺の役目だ。これで最後だ。クレイグ、なぜお前は俺の先を歩く。お前が称賛を浴び光り輝くほどに俺は影になっていった。なあクレイグよ、俺はただお前のようになりたかっただけなんだ。ホメロス、これは追加ストーリー出すなってスイッチ版だけの追加ストーリーです、ね、だが俺は王に拾われて以来お前の背中を追い続けてきた。故郷を奪われ家族を失い一人きりだった俺にとって、お前こそが光だったんだ。
あ、戻った。バカな奴だ。お前を裏切った者のために。ああ、お前の言う通り、俺は大バカ者だ。いつだって気づくのが遅すぎる。もっと早くお前と話をしていれば、お前を救うことができたのかもしれない。ずっと分かっているつもりだったんだ。俺とお前は持って生まれた才が違う。互いに違うからこそ共にあるべきだと。だがいつしか俺はお前にねじ伏せられる悪しき者たちの中に自分自身の影を見るようになっていた。うん。そして気がつけば、俺はもう後戻りができないほどにウルノーガの闇に見入られていたのだ。同情も深い悲しみもいらない。ただ一つだけ、グレイグ、お前に問いたい。お前はまだ俺を友と呼んでくれるのか？もちろんだ、我が友よ。俺はずっとその言葉を待っていたのかもしれない。我が友よ、幼き日の誓いを今ここで果たそう。相当のわしは片翼では飛べぬ。俺の魂はお前の横に並び立つ。お、まさかグレイブ強くなるのか。共に戦おう。ハイゴーレになるのか。剣だけ残った。グレイブの中にホメロスが。ホメロスが私の中に。あ、色変わったな。ところが変わった。見て、あの鎧、グレイグとホメロスの力が一つになったようだわ。勇者よ、俺はお前が望む限り勇者を守る盾であり続ける。我が友と共に。これは頼もしい。随分と時間がかかってしまったが、今度こそお前と本当の友になれた気がするよ。さて、
じゃあ行きましょうかね。まだまだ修行が足りません。修行の旅へ。時をくれ。マルティナに話しておきたいことがある。何だって？デルカダール王国、強く美しい国じゃ。ウルノーガの手中にあっても揺らがなかった。マルティナよ、苦労をかけたな。わしはなぜ16年前のあの日お前のそばにいてやらなんだのか。ウルノーガに心を食われ失った16年の月日、愛する娘の成長する姿を思い描くことさえできなんだ。あの時の己の弱さをわしは悔やんでも悔やみきれぬ。本来ならお前は戦いなど知らず、穏やかで幸せに満ちたこの王国の姫として生きるべきだったのだ。お前はもう十分に戦った。今からでも遅くはない。デルカダールの姫として生きてもよいのだぞ。お父様。お父様、マルティナはこの16年の月日を悔いたことなど一度もないのです。はこの16年、マルティナは守るべきものを探す旅を続けてきました。辛いこともたくさんありました。我が身の悲運を憐れんだこともありました。けれどその日々の果てにかけがえのない大切なものを見つけたのです。お父様に、ロー様、愛する祖国、優しき民たちと信じられる仲間たち、そのすべてが生きるこのロトゼタシア、私は守るべきものを見つけたのです。誰のためでもありません。私は私の大切なものを守るため戦うのです。はあ、マルティナよ、強くなったな。これはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ。受け取ってくれ。それは黄金のティアラ。今は亡きそなたの母のものじゃ。お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。お母様のティアラ、大切にいたします。ありがとう、お父様。ではマルティナよ、行っておいで。すべてが終わり、世界に平和が訪れたなら共に暮らそう、このデルカダール王国で。はい、行ってまいります、お父様。はい、この辺にしておきましょう。またお会いしましょう。チャンネル登録して待っていてください。今さえ見ながら